ちゃう、あちゃんです。なんか最近ね、キッチン用品磨きにハマってるあちゃんです。はい、ってことでね、この前からねてっぺんちょっとだけね磨いてピカピカになったね、やかんちゃん。うん、やかんちゃんなかなか磨かれへんねん。毎日お茶沸かすからさ、お茶沸かし終わるタイミング、空になるタイミングってなかなかなかってさ、だから磨くタイミングなくって、で今日ちょうどね沸かす前に時間ができたんで磨いてみたいと思います。はい、この前からね、頭だけ見えた。頭ピカピーカ状態です。はい。頭ピカピーカになってからね、もう数日経ったらちょっと汚れてんねんけど、全然今のところは大丈夫です。ピカピカです。はい。本体、こちらのお茶の葉っぱは、そうだけど、本体がね、こんな汚いねんね。もうちょっと倒さないか。これ汚いから、これをね、これね、最初磨いたときね、メラミンスポンジ、激落ちくん、これだけやってん、これだけで磨いてんけど、それでね、形が、かんと変な形というか、磨きにくいね。これね、ゴシ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 って磨いてたからね、ピカピカになったのよ、この前。傷もそんなつかない。その代わりね、スポンジ減る。めっちゃ減るの、これ。濡らしながら、よいしょ。濡らしながら、こうやって磨くのね。今はね、この汚れ、すっごい飛べんねん。ほら。ね。もうわかん、変な形してるから、気がしにくい。気がしながらさ、こう、水で潤滑しながらしか取れへんね。水を止めると、なかなか引っかかって取りにくかったです。あ、でもこれもなんか。よいしょ。結構疲れるからさ、一日一個ずつぐらいとか磨いてから、また飽きたりして途中でやらなくなったりするしね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。でね、筋肉痛なのよ、やっぱり。もう腕が痛くなって。水回しながら、大まかに磨こうか。よいしょ、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 もう腕が痛いよ。上腕二頭筋がすっごい痛いね。それだけ力入れんやろね、上腕のところにね。よいしょ。よいしょ。こういうね、ステンレス系のはね、これでよう取れる。うん、なんでこんな汚かったんかな。それは手入れをしないからです。はい、中はね、お茶沸かしたらジャブジャブって洗うけど、外まで洗わへんからな。ざーっと水かけるだけやけど、わかんねえね。半分きれいになったぞ。しょ、最近ちょっとね、こういうのにハマってきて、ね、ピカピカになるのは気持ちいいね。部屋も一緒やな、掃除して家も掃除して気持ちいい空間を手に入れよう。頑張るじゃ、秋に向けて頑張るじゃ。涼しくなってきたし、
ヤシリに疲れたよ。ピッカピカなんだ、ほら見て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 気持ちいいね。こういうの見るとね、なんで今までせえへんでやらなくなるね。お片付けも一緒でさ、もっと早してよかったなって思うね。この間が磨きんな。この辺とか磨きにくいね。ここにちっちゃくなっただいぶ。それだけ汚れを取ってくれたっていうことね。スポンジ君ありがとうって感じだね。磨くのって気持ちいいよね。なんか自己満やけどさ、なんか掃除するのもさ、結構人が見るところ掃除するよ、人が見えへんところ、気づいた時にあそこしてあるっていうのが掃除するのが好きでさ、で人が見てさ、あ掃除いつもこの人綺麗好きやなと思われるようなとこ掃除するの嫌いでさ天の弱だらしない組み設定、実はこういうところはしてるんだよ、いい流れです。よいしょ。言うと自分も見分からへんけど。よいしょ。ああ、ここのコインが取れへん。完全焦げたとこは取れへんね。さあ、半分切れるし、あと半分。にくい。こういうね、こういう隙間とかが汚れてるのが嫌いなんよ。表面汚れたらそうも思わへんのに、でそう表面汚れときはこういうとこも気にならないよ。こういう隙間のとこに入ってるのがあんまり好きじゃない。照明の映画ですから、
とんど皿やったら激落ちくんがポロポロになってきた。もうこんなちっちゃくなった。さあ激落ちくんの命がなくなるか、夜間がきれいになるか、どっちが先だ。まあどんだけ頑張ろう。あんまり頑張るの好きじゃないけど頑張ろう。いや楽しいだろ、楽しい楽しい、めっちゃ楽しいな棒読み。意外と楽しいね、なんか言いながらね。楽しんでなかったらあっちゃん動けたからね。飽きて終わってまうからね。いやそれなりには楽しんでおります。てかいやだるい、筋肉痛、左腕が動かんかもから。でもね、こうやってピカッタになっていくのを見てたらね、やりがいあるしね、やってて楽しいよ。うん、お前でそれ、それなんと、そうでも思わんとさ、動くことあるのもそうやけど、自分が動けへんのもそうやねんけどもね、それ以上に、これ以上でもないけど、楽しんでるよ。この先が見えてきたぞ。この一区画で終わり。水をかけてみて。汚れに取り残しを見て。もうちょっとやね、隙間、こういうところ、あと裏、もう裏をもうちょっと、ここだけはどうしようないかな。出た人間では。最後は荒治療に行きましょう。筋肉な、やっぱり筋肉に行こう。早い早い
ただチーズが行く。チーズを生かしたくなるね。ここはチーズちょっと食べて食べたら嫌やからね。最後にシンクも磨いたでしょうね。最後の勇姿を、最後の力を振り絞ってメラミン君頑張ってます。敵を突くも メラミンスポンジ皿、ほとんど皿やったのがこんなになっちゃった。もうこれもね、終わりです。メラニンスポンジ殉職です。激落ち君殉職。はい、激落ち君の命を無駄にしないです。はい、ありがとう、さようなら。はい、ということで、カピカになって気持ちよくなったあちゃんの夜間、はい、カピカのね、ハゲチャビになりました。はい、ということで、これで気持ちよくお湯、お茶を沸かしたいと思います。ではまたね。ではまたね、バイバイ。夜間めちゃくちゃ綺麗だった。次はね、また違うお鍋とかもやりたいと思います。またね、バイバイ。